皆さん、参ろう。ニューヨークでビール飲むりやってるヨシです。本日もまた1本、いや2本ビールを紹介したいと思っています。本日ご紹介するビールはこちらです。はい、こちらに用意しました。本日ご紹介するビールはタイスキー、そしてレッチ、オアレッシュ、オアレックというビールです。で、この2つのビールはですね、ポーランドのビールでして、以前に一度だけポーランドのビールを飲んだことがあるんですが、どのビールを飲んだことがあるのかはもう全然覚えてないので、そうですね、まあ、今回初めて飲むと言っても過言ではないと思います。このビールはですね、ポーランド人の知り合いからいただいたビールなんですけど、まあ定かではないんですけど、私こっちの方が奥さんが好きな方のビールで、こちらの方が旦那さんが好きなビールだって言ってたような気がするんですが、それはさてよ。そしてですね、この2つのビール、どちらとも、ポーランドからの直輸入のビールですね。そこの国のビールなんだけど、そこで作ってないビールっていうのもね、まあ日本のビール、まあ、札幌とか朝日も含めてそうなんですけど、そういうビールがあるんですけど、これはちゃんとした正真正銘の、ポーランドで作られたポーランドのビールです。それでは早速飲みたいと思います。まずはじゃあこのこちらの緑の方から。色はかなり薄い黄色ですね。で、あ、まあまあ、あの泡はきめ細やかくて、あのすごいいい泡をしていますね。かなりホワイトな泡ですね。で、匂いの方はこれ多分ラガーだと思うんですけど、すごく日本のビールに似ているような気がします。それではいただきます。うん、かなりライトですね。朝日とかにちょっと似てるような気がします。でも朝日ほどその炭酸がきつくなくてですね、ドライさはないんですけど、飲みやすさとすごいリフレッシュ感はすごくあるビールだと思います。まあ多分女性向けって言ったら女性向けなんだと思いますけど、奥さんが好きっていう理由はよくわかるような気がします。いい風に言えばそのリフレッシングで美味しいんですけど、なんかこう、ああ美味しい、味わって飲むっていうよりは、どちらかというと多分夏の暑い日とかに飲んだら美味しいビールの一つだと思います。で、しかもこのサイズがちょっと面白いんですよね。やっぱし国によってサイズがね全然違いますよね。なんかそれでは続いて次のビール、こちらの、タイスキー、よくわかんないですけど、ね、読み方はすいません、間違ってたら。いきたいと思います。こちらも結構同じような色をしてるんですけど、泡も、はい、ほぼ同じですね。匂いもかなり同じなんですけど、本当に違うビールなんでしょうか、よくわかんないですけど、いただきます。これも多分ラガーだとは思うんですけど、どちらかというと結構まったりしたラガーの方ですね。こっちがアルコール度数が、アルコール度数はどこに書いてあるんだよ、分かりません。で、こっちはですね 4.9% って書いてある。こっちのパーセンテージが、まあでも1629年って書いてあるから結構古いブリュワリーなんでしょうけど、多分なんですけど、ポーランドも結構日本と同じでラガーのビールがすごく流行りっていうか、まあ主流なんでしょうね。これとこれですからね。ちょっと見てください、これめちゃめちゃ似てますよね。もうほぼ一緒ですよね、ある意味で。こっちの方がどちらかというとビールらしいといえばビールらしいです。こっちの方が飲みやすいといえば飲みやすいです。なので例えば、こっちは夏の暑い日に外で飲むようなビールで、こっちは多分食事と合わせたりとか、まあ、ちょっとした濃い
食べ物とも合うようなビールなんじゃないかなとは。ただのそのラガーなんで、やっぱしそのオールマイティに飲めるビールだと思いますが、そこまで特徴があるかと言われると、ないかなっていう気はします。まあでもね、いくらか知りたいんですよね。これが例えば2ドルとかで買えるとか、3ドル、まあ言って5ドル、まあこれぐらい、このデカさなんで5ドルとかで買えるんだったら結構それはお得なんじゃないかなっていう気はしますね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビール飲む人の吉でした。 See you soon.